はい、ダーこと杉尾太陽です。さあ、レンタカーの中でございます。せいやくん、ご挨拶。こんにちは、せいやです。さあ、今日は何しに来たんですか？キノコ狩り。キノコ狩りでございますよ。わざわざ長野県までレンタカーを借りて、新幹線に乗ってやってまいりました。今からね、ちょっと長野県の中野市に行きまして、今日はね、もうホテル泊まってキノコ探して寝て、もう一回キノコ探して帰るので、お泊まりでございます。意気込みをせいやくんお願いします。今日の何を探したいか。山鳥竹もどきと卵どきと赤山どきと紫山鳥竹どきめっちゃあるよね。パパとたまにはこうやって男同士の時間を過ごして楽しもうぜ。せいレッツゴー。レッツゴー。まずはホテルだ。ここまで2時間半かかりましたけど、まだまだ走ります。それではスタート。釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタじゃね。はい、来ました。もう一気に山の中でございます。キノコ観察会の前の日なんですけど、下調べと言いますか、はい、これ熊よけの鈴ね。せいやとともに。あ、もう待ったよ。え、マジですか？あんまり見たくないもんね。今日はね、キノコ仲間と一緒に。こんな感じでキノコ探ししていきたいと思います。え、もう終わった？ほんといっぱいあるね。すげえな。これ何？これ一回撮ってみる。めっちゃあるじゃん。キノコ何これ？入れとく。あ、入れとく。どう？あ、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 せいやくん、でっかっ。赤山鳥竹あるよ。赤山普通にあるよ。おお、こんにちは。こんにちは。いや、また見えたわ。綺麗やん。ちょ、写真撮ろう。いいとこだね。これいいやつだね。ベストサイズ。やば。これ知り合いの山に入るのが一番だね。これがせいやくんの好きな赤山鳥竹で。友達にあげようかな。友達食べれてないで。え、ちょっと、でかくない？超でかいよ。でっけえなー。これは虫入ってそうですね。ほら、持って帰ろう。虫入ってる。ちょっと、一回、この、ほら。ヘビキノコモドキ。なんすかそれ。ヘビキノコモドキ。めっちゃでかいです。この赤いモドキ、虫食われてますよ。大丈夫でしょう、まあ、それぐらい。それぐらいあったら大丈夫でしょう。キノコ入れますか、カゴに。こっちでできますか。あ、ありがとうございます。みんなカゴ持って。せいやくん。ん？この先にパパ、すごいの見たんだけど。いや、めっちゃ入る。入ってこい。行ってきます。普通にさ、道のさ、これしょ。そこにもそこにもある。めっちゃ入ってる。気になってんね、ちょっと。フェアリーリングですか？うん。若いなって入ってる。やば。ちょ、めっちゃよく。めっちゃ入ってんだけど。やば。やばい。ほら、せいやわざわざ来た甲斐があるやつやこれ。すごいっすね。あ、ここにはほら。かわいい。ここから本当だ。行っちゃってください。苦い口もどきありました。すげえな。新幹線乗ってレンタカーでピュッと来たらもうキノコ天国ですよ。角取れてた。やべえな。何だろう。使いこなしてます。何これ。苦い口だ。苦い口？多分苦い口。キノコだらけじゃんね。持って帰る？なになに？森のダイヤモンド。森のダイヤモンド？お茶色いの？これ？あのカバの種類の木から生える。1万本に1本。へえ。こちらが？山鳥竹モドキ。高級キノコポルチーニ。下に大きい。本当だ。トッピ？えい。おお。はい、どうぞ。立派ですね。普通に道の脇に入ってる。何ちょっと折れちゃったけど、卵だった。出た、卵竹だ。あった。あったぜ。やった。念願の卵竹。パパ一回しか見たことないけど、パパちょっと。大自然です。針葉樹、広葉樹混じってる方がいいんだろうね。非常にずっと山の奥でございます。あちこちでね、めっちゃキノコあんねんけど、マジでいっぱいある。すげえわ。いろいろちょっとね、食べられるものから毒キノコまでたくさんありますけども、軽くね、今日は見て、あとは温泉にでも入りながらせいやとのんびりしたいと思います。
はい、ただいまホテルでございます。さあ着きました。いいですね。やばい。長野に着いてレンタカー乗って、でキノコ探しして、1日目にして見てキノコがめっちゃ取れた。知り合いがいるのは大事ですね。ちゃんとキノコの場所とかもあるし、ちょっと紹介してもらえますか。はい、はい、まずこれ卵畑って言って、うん、この下の卵みたいな殻を破ってニョキニョキニョキって生えてきて、人生初発狂してましたね。次ポルチーニ山鳥竹ブーキ、特徴は絵に網目模様がある。次のキノコが赤山鳥です。これ陽菌なんですけど、成長するとこうなります。めっちゃでかない？メロンパンみたいになってるの。赤山鳥は美味しいやつやな。美味しい。これも一緒？うん、赤山鳥。こちら鬼口、ちょっと色が変わって赤から黒に変わるんですよ。全部食用だからね、うん、全部食べられるんだよ。次がアンズタケ。アンズタケ、なんでアンズタケっていうと思いますか？問題です。はい、正解は、正解はアンズの匂いがすることからアンズタケという名前になりました。あと待って、もう一個紹介するのあるよ。ちょっと崩れちゃったけど、このキノコはチチタケです。この前のキノコ観察会でもあったチチタケね。これ傷つけると白いなんか液体みたいなのが出てくる。今出てくるかな。聖夜のこの一番手が気になるけど、もう間もなく治ろうとしてる聖夜の手首。今出てこないんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、いっぱいありました。はい、今回はねこのキノコを見つけて、明日が本番なんですけども、今日は予行演習で想像以上の収穫が取れたんで、ちょっと今日はせいやはずっとこれを眺めていることでしょう。最後ですね。あとは今からちょっとホテルの温泉に入りたいと思います。ではでは、お風呂タイム。シャワー。風呂上がりです。もうだいぶ大丈夫そうだね。この動画がアップした頃には手も治ってる頃でしょう。ほとんど治ってないけどね。はい、風呂なので外しました。さっぱりだね。今日も入って、あとは地元のキノコマイスターの方にバーベキューやるって誘われたんで、キノコ食べてきたいと思います。ちょっとドキドキするの楽しみだね。ドキドキする。絶対美味しいわ。初ですよ、男の約束の果たしたので。夏休みのキノコ割りずっと約束しろ。さあ、夢が叶いました。明日もキノコ観察会楽しみましょう。イエイ。はい、えのき栽培も見ててもらってます。すげえな。あ、そうだな。みんなが大好き。キノコ尽くしの旅だな。これで取れる。では、収穫です。初収穫、うん、思い出ですね。地元に溶け込んでるよ。やば、家で食べたい。すげえ量じゃん。なんだかんだってね、家で食べる赤山鳥だけ言ってダメ、やばいから。ダメ、もうちょっと切りな。おい、いけ。キノコの香りが充満してる。ママ、めっちゃしますよ。